皆さんどうもこんにちは、パピプペパルパルどうもパルパルです。今回はですね、ドゥカティ東名横浜店のですね、原田さんにご協力いただいて撮影していただいております。でですね、モトクロス場なんですけれども、どうでしょうか、皆さんモトクロスやったことありますか行ったことありますか。私はですね、ここに来たのは2回目かな。ここは福島県の元スポーツランドしどきというところです。でこれから、コースに向かうんですが、コースはですね、あの 2,3 種類あって、今から向かうコースはそんなに大きいコースじゃないところです。この日はですね、大きいコースに行くのが私怖くて、大きいコースは今後ろにこの坂が見えてるんですけど、この坂を登っていくところです。もうね、ジェットコースターみたいにキャーって下るところがあって、もう絶叫しながら毎回下ってます。で今コースへ向かっているところです。でご覧の通りですね、今回は雨が結構降っていたので、タイヤがすごくあの泥に取られてっていう感じでですね、怖かったですね。でも楽しいんですよ、モトクロスって。それではですね、走り始めますので、ちょこちょことだけお話ししていきたいと思います。するともうすぐ滑るんで、すごい緊張しながら登ってます。あ、でこの池みたいのあるじゃないですか、ここもね落ちる方たくさんいるんで、ここも怖いからいつもスピードが全然出せないご視聴ありがとうございました。